軽くじゃなく少し強く短く深く入ってこよう。はい、もっと前出さないとダメだ。やっぱりイメージがこんな感じなんだな。少し深く短くね、強く入っておいて。はい、でかいでかいターンが、しっかり重み出して強く短く深く。はい、はい、理解よ。 OK、 はい、シュート。お、ボールでいきます。ナイトしそうだ、ステーンできそうだ。はい、コーダいいよ。コーダもしっかりこう下がっていかないように。はいやっぱスラロームのシステムはまだこれからだな。はい、リコいいよ。オーケー、はい、リコ。はい、ほのかいいよ。こっちこっち、手。はい、ほのか。ほのか暴走気味だ。いけ。はい、あいねよ。けん、よし、手持ち甘い。はい、とこいいよ。はい、とこ。こっち側が頭がやっぱちょ、もうちょい手前に出そう。はい、2日目、はい、日高スラローム、ラン2、うーちゃん。はい、しよう。やること一緒だよ。うち日だね。はい、双葉、ラン2。はい、しよう。ラトゥー。もう少しお尻上げて。はい。こう、ラトゥー。シュート行きます。はい、シュート。一回スルー過ぎてからピッチ速くなるからね。頭切り替えて。はい、シュート、ラントゥー。はい、こうだーい。外する過ぎてから、ピッチが上がってくること、右足側が少し雪が緩いから、そこしっかり頭入れて、ちょっと溝が深いからね。はい、しないように両方のストックワーク意識してこようね。ういちょっと右手が振られるな。よし、リカラントゥー。はーい、けーんよー、コースオッケー。ちょっと風吹いてる。ここやるかい。ういー、はい、けーん、ラントゥー。玄之介。はい、行きます。
はい、元気よく滑っておいでよ。さっきよりね、柔らかいのが取れて滑りやすくなってるからね。元ちゃん、元ちゃん、グン、ちっちゃくてめんこいわ。千葉あやね選手、セカンドラン、お願いします。はい、ほのーコース OK だよ。ジケスさん、タクト君と空の前にコース整備行きますか？いや、あいつら終わってスタンス1個狭くして、滑ってこようね。はい、タックランテ、はい、空一回、だいぶね上が剥げてきて滑りやすくなってるから、一回内側乗らないで逆手はね、叩いて下げるんじゃなくて下から上げる感じのイメージでいいから。はい、はい、空ランテ、ああいう動きをなんで出るんだろうな。はい、コース整備入れて、セカンドグループコース整備入れて、いい、あれのランスリップ、レッツ、行きます。はい、ゲーン良くなってるよ。ゲンスラロームも内側の膝を倒せるように頑張ろうね。はい、はい、ゲンランスリップ、向かい行きます。はい、ほのかオッケー、こせよ。ちっちゃ源之助、こうパッドが長いんじゃないか。はい、ほのかランスリップ、はい、タクトランスリー、スタンスクローズ、手の位置低め、はい、そら2回、ああいう風に打ち足乗るタイミングがあるとコンマ3、4、結構ロスしていくから、ああいう動きも、少なくしてくるといいね。スタンスを狭くして、はい、で中盤から、すぐ過ぎてから休まないでね。はい、後ろ乗らない、下の位置からグッとグッと上げろ。ここ早いよ。そう、ここ休まない。よし、これ結構良かったんじゃないかな。あゆちゃんランスリップ。さあ、このちょっと溝ができてきたとこがポイントだぞ。はい、しよう、一回こういう風に少し内側が高くなってきた時が結構練習になるからね。集中して双葉、またぐねよ。今日ランスリップ、内足の中、よし、はい、リコ急斜面入って最初の 1,2,3 ね、少し内側が高くなってきてるから、そこしっかり頭入れて、はい、最初の急斜面の入り口のヘアピン過ぎて 1,2 内側が少し高くなって内側乗りやすくなるからね、頭入れて、はい、
校内お父さんにアーツはい、校内東郷行きます。はい、東郷スタンスをクローズにしてね、行くんだよ。はい、シュート。はい、リカ、ちょっと待ってね。はい、セット外後ラン1歌場。さあ2本目はかなり横に振りました。歌場の苦手な感じになってる。はい、1回振り幅最初結構きついよ。はい、歌場ラン2。はい、雪がね、やっぱり全部に対応してこよう。で、急斜面の入り口の最初の 1,2,3 やっぱり、インスペクション通り深いからね、リズムしっかり使って。はい、結構だい。急斜面の入り口の最初の3つね、結構横に深いからね。はい、このヘアピン抜けてからの、急斜面出だしね、横に深いのでしっかりイメージして雪で、スルーゲートのところ雪が柔らかいからね、頭に入れてね。はい、うん、際どい。はい、東郷が1本目から集中していこう。最初の出だしね、急斜面の入り口横に深いからしっかりリズム取って。はい、どうも。ラマ。お願いします。はい、リカ、ちょっと待ってね。ちょっと一回、コース整備入れます。はい。リカ、セット外後。はい、ほのかいよ。振ってるとやっぱり。はい、ゲーン、1本目のセットより横に深くなってるからお尻を下げないようにしようね。コース OK。 はい、はい、綾乃もね、急斜面の入り口、1本目よりも横に深いからしっかり早めに、外足乗ってくるんだよ。はい、うち首が一回取れそうだったぞ。玄之介、ここ、そしてゴール前に間違えそうなストレートがあります。はい、綾乃。はい、タク、いいかい。最初のヘアピン過ぎてから急斜面の入り口4つね、横に振り幅がきついので、しっかり後ろに乗らないようにすること。急斜面終わりに、ストレート気味にインターバル狭いところはそんなの大丈夫から。で、スルーからの絞ってるストレート、これに関してはそんなにスピードがないから、思い切ってインついてきても問題ないよ。
はい、そら急斜面の入り口振り幅きついから横に、振られないようにね、すること、スルーからの、ストレートしっかり読み切って躊躇せず入っといて。はい、はい、そら、まだまだ探ってるよ。手広げない広げない。いまいちタイミングがまだまだ合ってないな。はい、最初のグループコスエビ入れてください。はい、ラントゥーコスエビ5。ラントゥーの方が絶対滑りやすいと思うんだよな。よいしょ。するからの、うー、やっぱ積もってくるな、2本目になると、うん、はい、あやのいいよ、あやのすごい良くなってきてるわ。よー、スラローム上手だよ。よし、だいぶいいんじゃないかな、なんか、よし、うい、さっさ、危ない。ういうい、あれ、弦押しっこかな。はい、そら、まだまだちょっと動きが止まるな。ちょっとお尻が下がって、スタンスを狭くした分すねが入るから、お尻の位置をそんな下げないようにすることと、やっぱ内側の手が開きすぎないように、内側の手がこう体から離れて開いてると、やっぱ腰が開く原因にもなるんだ。ラントゥー、はい、ふたば、オッケーよー。スラロームはスタンスをスキー1個分狭くしてね、滑りはいいよ。はい、よし、1本目よりはいい。ドラー、はい、ふたばスタンスクロース、よし、その方が足元に収まっていない。さあ、決めてこい。うん、ちょっと本気出してきたな。まだ早いよ、本気出すと転ぶから。よいしょ、一本目ラップ。内スキーの内計画しっかり使うことでお尻の内が開く。よ、だいぶ調子よくなったな。この辺はうまいな、やっぱり石は。ラントゥ、さあ、振ってて柔らかい雪をしっかり対応できるか。ちょっと外側から回し込んで、はい、こうだ、 OK。よし、スタンスは良くなって、急にやたら狭くなるとき照れるんだよな。はい、交代。手を上げないで低い位置でしっかり叩く。胸より下、どうぞ行きます。はい、トーゴー、スタンスは良くなってきてるよ。はい、どうも。ダメ。そう、スタンス、OK。低い位置でしっかり手首を返していただく。よし。さっ、うい。しっかりガッと押す。ガッと。はい、行きます。はい、ふたば、OK。スタンスクローズにしてね。リズムしっかり上使って。細かく、強く、短く、強く、短くねよ。はい、はい、午後9メーターピッチ
細かいセットの練習です。緩斜面の流れはいいよ。一回お尻を下げないでくるよ。ピッチよくね、リズムよく、リズムよくで、ビデオ撮ってるからちょっと待ってね。はい、いい双葉ラントゥ。この辺の緩斜面がまだ無理しちゃうのよ。はい、しようラントゥ。行こう行きます。はい、リコ、上のリズムがちょっと悪かったね。細かい時はスタンスをクローズにして、ストックワークしっかり作って、自分から強く短く、短く、短くだよ。はい。はい、ほなかー、オッケー。一回ビデオ撮ってるからちょっと待ってね。はい、クマさん。よし、この辺のリズムいいよ。いいよ。はい、ゲン、上遅れせよ。細かいからね、早く早く、強く短く、強く短くだよ。はい、はい、いけ。はい、いきます。はい、あのー、OK だよ。お尻がちょっと、もう少しお尻が高い位置にあって、足すねをグッと押せるようになったらいいね。スラロームは、あれの、この辺がちょっともたもたしてます。うい、はい、そらー、オッケー。一本目のリズム悪くなかったよ。内側の手の位置だけ開かないんだけ、注意しよう。そのラインで入ってこないかい。これ、こういう細かいリズムだとリズムが非常に悪い。お願いします。こうだー、いいかい。全然、あの、セットが細くか、強く短く、強く短くだよ。はい、これこれだと女子に負けるぞ。おい、スルー下手だな。はい、交代シュートいきます。はい、シュート、オッケー。男子遅いよ、遅いよ、きっかけが全然遅い、動きも遅い。はい、上げない上げない、低い位置、低い位置。はい、統合 OK。 スタンス、手の位置を絶対上げないよ、胸より上げない。はい、統合、ビデオ撮ってるからちょっと開けてきて。はい、じゃあ構成日お願いします。よし、もっともっともっと手の内、右側、視界側が、体がちょっと倒れてるんじゃないかな。よし、
はい、そらーいかい。さっき全然やっぱり体動いてないから全部引けて、女子に1秒近くやられてるよ。かい、しっかり来いよ。はい。はい、タクト、ラントゥ。後ろ抜くな、抜くな、おい。下が長いんだよ。交代いきます。はい、交代。手の位置、もうちょい下げよう。もうちょい下の位置で叩く。外側の腰がね、ちょっと伸びちゃうから手を上げることで。ほらー、ランスリー。これこれこれ、肘、肘、肘、下から。ほーれー、下から打てる。シュート行きます。はい、シュート、オッケー、集中してこいよ。緩斜面まだまだ攻めてこれるよ。はい、来ない。そう、下げた位置、外腰が伸びちゃうから上げちゃうと。うい、ランスリー。はい、東郷、さっきの良かったよ。一回強く短く、強く短くだよ。はい、行きます。はい、東郷、お願いします。はい、うちゃん、ちょっと待ってね。はい、歌はランスリー。さあ、リズム、そこまっすぐ行くなよ。そこはしっかり上から入ってくるよ。はい、歌は一回リズム使ってよ。4基門目しっかり高い位置で入って、抜けといて、スタンスクローズで。はい、はい、双葉ランスリラスト。はい、しよう。一回しよう、悪くないからね。一回リカバリーして、失敗してもリカバリーして。よし、緩斜面攻めてこい。今度慣れてきたら滑りはすごい良かったね。前半使って強く短く、強く短く。はい、よし、うい、そこ遅れてるよ。はい、早く短く。はい、ここ9メートルピッチパンパン。それではいきます。うい、いいよ。はい、うい、すごい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 。はい、ほのかランスリー。はーい、ゲーン、オッケーだよー。ほのか、両方ストック。はい、も練習で両方のストックをついて、両方の手の位置が下がらないようにしてみようね。
A のダブルストックの練習。すごいね、ちゃんとできるね、いきなり。おお、上手だな、やっぱりの。はい。よし、あれよ。